Bonjour。 こちらはパリのオルセイ美術館。4月12日からガウディの展覧会が始まるというので久しぶりに来てみました。一連の作品が世界遺産にも登録されている歴史的な建築家アントニ・ガウディの世界がどのように展開されるのでしょう。楽しみです。今日は休館日なのですが、プレス向けの公開があります。普段とは違ってほとんど人のいない美術館です。オルセイ美術館は昔の鉄道駅を改装して美術館にしたもの。この独特の建築、いつ見ても素敵だなと思います。たくさんの彫刻の間を通り抜けて展覧会の会場へ向かいます。クールベの大作オルナンの埋葬の絵がありますね。その向かい側が特別展の入り口になっています。ガウディ、7月17日まで開催されているようです。会場に入るとまず大きな展示物、これはガウディが手がけた代表的な邸宅建築の一つ、カーサ・ミラ、ミラ邸の玄関ホールを再構築したものなどだそうです。最初からスケールの大きさを感じさせる展覧会です。これらの写真はガウディ晩年の仕事場を撮影したもの。展覧会ではこうした写真などをもとにしてサグラダ・ファミリアの建築現場にあった彼の仕事場を再現した動画が上映されていました。ガウディは1926年に亡くなっていますが、この作業場はそれから10年ほど後、スペイン内戦の時に火事で焼けてしまったそうです。こんな風に屋根が開く構造になっていたんでしょうかね。これは先ほど写真にあった彫刻尽くしの空間。ちょっと怖いような気もしますね。ガウディは1852年、日本で言えば幕末の生まれです。銅細工職人の息子として生まれ、バルセロナの学校で建築を学びました。卒業するとき、校長はガウディのことを天才なのか狂人なのかと言ったという逸話が残っているようですが、後の時代の予言のように思えます。この辺りの展示はガウディの卒業制作のようです。ガウディとグエルのプレリュード。グエルテ・グエル公園といえばガウディ建築の代表作ですよね。グエルテのために制作された家具などがここに展示されています。こちらはグエルの肖像。文化芸術への理解がとても深かった人だそうです。繊維産業で財を成したグエルがガウディを見出したのは1878年。パリで開催された万博の時、ガウディが手袋商から依頼されてデザインした
ショーケースが展示されていて、グエルはそれを見て、その若き建築家に会いたいと思ったのだそうです。それ以来、グエルはガウディに数々のプロジェクトを任せることになります。このあたりは1910年、建築が始まっていたグエル公園を写真でパリの万博に紹介したもののようです。展覧会では動画で色鮮やかなグエル公園の様子も紹介されていました。これは建築に使われた実物のタイルですね。見上げるようなところにあるこのオブジェ、何だと思いますか？プランターなんですって。支柱もガウディのデザインで、ブルジョアファミリービセンス邸のために制作されたものだそうです。ここからはガウディが手がけた宗教建築のコーナー。展覧会のポスターにもなっているこの絵、これはグエルの工場で働く労働者居住地の中央に建築しようとした教会。教会は未完に終わりましたが、この発想は後のサグラダ・ファミリアに引き継がれていることがわかります。この絵はスペインの画家ジョアキム・ミールが1898年頃に描いた油絵で、建築途中の聖堂が描かれています。建築模型の数々も展示されていますが、焼けてしまった仕事場跡に残っていた破片から複製したもののようです。サグラダ・ファミリアの建築過程がわかる動画がありました。これは1910年のパリ万博に出展された模型のようです。1927年といえばガウディが亡くなった翌年ですね。ここからは2020年1月、私がバルセロナを訪れた時の写真です。出張中の自由時間にサグラダ・ファミリアを訪ねた時のものです。この1ヶ月後にコロナ禍のためにロックダウンになるとは想像もしていませんでした。ガウディは自分が生きているうちにこの教会の完成を見ることはないと十分に承知しているほど、これは本当に壮大な計画でした。サグラダ・ファミリアの中に足を踏み入れるのは私にとってこれが初めてのことでした。長くヨーロッパに暮らしてきて、たくさんの教会建築を訪ねる機会がありましたが、これはそのどれとも比べようもない群を抜いたインパクトがありました。
今から100年以上も前にまるで宇宙都市を想像させるような建築物を構想していた人がいた。ガウディは天才でもあり、偉大なる狂人でもあったのだと思わされます。晩年はこのサグラダ・ファミリアに献身したといえるガウディ。その最後は悲しいもので、トラムに轢かれて病院に運ばれるものの、あまりに貧しい身なりだったことから、それが建築の巨匠とは誰も気づかず、十分な手当ても受けられず、3日後に亡くなってしまったのだそうです。聖堂のこんなところに彼がいました。ガウディ、彼の魂はここで脈々と受け継がれていくことでしょう。